ロトルアの物語は、テアラワ族のカヌーがベーブプレンティ地方マケトゥーにたどり着いた1300年代中頃に始まります。テアラ族の若者イヘンガはロトイティコとロトルア湖を発見しました。1800年代に入り、ロトモ花湖のピンクテラスとホワイトテラスを見ようと集まった世界各国の旅行者を地元のマオリ族が招いたことから、ニュージーランドの観光産業が始まりました。美しい造形を持つこれらのテラスは世界で8番目の不思議としてもよく知られています。1886年に起こったタラウラ山の噴火では150人もの命が奪われ、テラスが破壊されてしまいました。近隣の村は大きな打撃を受け、生存者たちはロトルアの人々によってジネツダニ・テ・ファカレワレラに招き入れられました。それ以来、ロトルアの人々は旅行者をこの地に招き案内するようになりました。こうして観光名所としてのロトルアの誇らしい伝統が生まれ、今日まで続いています。ヘパイラギタヒ、ロトルアの一日の美しさ。魂を感じて。マナーキタガ。
ラウマエハイレマイガハウエファ。世界の皆さんをロトルアへ歓迎いたします。